あちらがダンスホール。その先に眺望の美しい階段を上がると、ガラス張りのプロムナードと、その奥には音楽。ああ、もし体を動かしたいようであれば、小さいですが。そしてここが大ホールですが、この場所は案内せずとも、何しろいつぞやの一件で、あなたも大活躍した場所ですから。さて、愛しい私のレディ、私たちの船、存分にどうぞ。ええ、ですので、はい、船に罪はありませんし、これほどの船が朽ち果ててしまうのも爆発による損壊があったとはいえ、骨組みは無事でしたから、修理すれば。ほら、素敵なことを言いますね。では、私たちは上司というわけですか。カルディアさん、また別の、せっかくロンドンに戻ったのですし、しばらくはここに滞在して。おや、覚えていないとはご無体な。愛しきレディ、どうか以前私が、それにちょうどいい区切りかもしれ、私の故郷を訪れて、世界を回って、あなたの毒が完全に、結婚式を。
ええ、そうですよ。愛しきレディ。フランの診察です。何しろ毒が消えたとは言っても、素人判断するのは非常に危険ですから。まずはフランに、ホロロギウムがどういう状態にあるか調べてもらうことにしましょう。どうされました？そう頬を膨らませていては。失礼しました。それはそれで見てみたいですが。その程度の甘噛みなら可愛いものです。まあフランの診察を受けに行くのもせっかく会場が手に入ったのですし、一番大切な約束の方に見ての通りですよ。何しろ今の私たちは世界各地を巡る流浪の旅人ならば、船の上こそが挙式の舞台にふさわしい場所だと。結婚式をあげましょう。まず検査の結果だけど、ホロロギウムの毒素は完全に消えたと言っていいと思う。それにこの編成はあくまでも毒素を消すだけで、その先、つまりカルディア、君は僕一人の力じゃないよ。トリスメギストスの資料やルパンたちの協力、いわば皆のおかげですか。ただ一つ言っておくけど、永久期間ではなくなった以上、君の宝石は、つまり、そう、気づいてたんだね。ええ、そうですね。人の在り方として、いずれ死ぬのが。
こちらも花の手配は無事終えましたよ。式そちらは大変でしょうが、続けて他の面々への招待状も。もちろんです。私たちがいかに愛し合って、イデアのことは別としても、あなたと式を挙げるのです。あなたは違うのですか？おやおや、期待してくれるのは嬉しいですが、新郎は主役であると同時に、一番の主役であるあなたのドレスを。私もですが、緊張や不安よりもずっと、誰よりも愛しいあなたと、この先もずっと共に生きていくと、これほど嬉しいことは私の人生で。さて、それでは気分転換に。いいえ、問題ありませんよ。でかっ、それは着くまでのお楽しみです。私が結婚で、本当に いえ、既製品ではなく、髪飾りもオーダーメイドで。おね、そうですね、こちらのダイヤを散りばめ、気にしてはいけませんよ。お金は使うためにある。もちろん高価ならいいというものではありません。ですが、気に入った品が高価だった場合、それはもう仕方ないでしょう。では型はこちらでお願いします。基調はやはり白ですね。フリルは控えめの方が美しさが。瞳の色に合わせて青や緑が入っても映えると思いますよ。それはしばしのお楽しみ。きっと世界一美しい花嫁になる。それは保証しますよ。
よう、久しぶりだな、二人とも。久々すぎて、俺の顔を忘れて…うむ、こうして皆で集まるのも久しぶりだな。しかし、この船が結婚式場か。手が…まさか船を丸ごと買い上げるとは、ずいぶん豪快なことをしたな。せっかくですから、皆の記憶に残る特別なものにしよう。それに、この船自体も今後の旅に有…もう一度だけでいいから、猶予を、チャンスをプリ…今からじゃ、バッドエンドしかないと思う。一番弟子の花嫁姿、楽しみにしてるぜ。この日のためにアメリカ製の新型カメラも用意しちゃったからね。みんなで写真撮っちゃおう。ではカメラマンは任せたぞ、インピー。って、それだとインピーだけ写真に写らないんじゃ。案ずるな。インピーの場所にはシシーを配置すれば問題あるまい。あるいはインピーだけ別で撮って後で切り抜いて端に貼るというのは。隙あらば俺という存在を消さないで、大の大人がガン抜きしちゃうよ。ええ、きっと私たち一味らしい明るい式になるでしょうね。ああ、やっと見つけた。甘そう、僕たちはイデアの使徒。
一緒に来てくれる？君を連れてく。ああ、心配いらないよ。はい。倉庫だね。カルディアさん、そういうこと。ヘンゼルも案内ご苦労様。分かった、お母さん。大丈夫ですよ、カルディアさん。オムニブスは結論を告げに来ただけでしょうから。サンの言う通りよ。今日はあなたたちにお知らせ。イデアの総帥として告げましょう。あなたたちを監視する理由はなく、言葉の通りよ。最悪の目は薄れ消えていった。オムニブスの告げたホロロ、本当に見つけてしまうとはね。まったく立つ瀬がないわ。言ったでしょ、大丈夫だと。私は条件を提示した。そしてあなたたちはそれを成し遂げた。返事が来る気配はありませんでしたが、やはり届いてはいたのですね。ええ、私たちが出られないと半ば分かっていて送ってくるなんて、あなたらしくもないわね、さん。イデアは歴史の影、本来なら表には出ない組織。私のように人の間に交わり任務に当たる方が特殊なのですよ。本当は私たちは、
明日に挙式を控えた花嫁が、私たちは自ら選んでこちらにいる。お誘いは嬉しかったわ。でも、三の言った通りだから。だから、せめて祝福？よろしいのですか、オムニ。もちろんよ。まあ、私にとってイデアの使徒はみんな。ええ、そう、長い時の果てで、もはや父も母も共に同じ時を過ごしたあなたたちこそが、そして、こちらこそ、そして今までありがとう。サン・ジェルマン。我の予言も捨てたものじゃないだろう。すごくよく似合ってるよ。まさに僕たちの姫君というか、童話の世界からぬ。ああ、見事なものだ。私とてこういう席では空気を読む。ここまで来たら俺も。カルディア、幸せになれそうか。さあ、新郎がお待ちだぜ。おや、花嫁のおで。こういう式ってのはいいもんだな。若い二人に祝福あれ。
カルディアさん。何度も何度も想像しましたが、実際にこうして目の前に立つ。おや、他の皆には見せておいて、愛する夫にも。あなたの毒は無事なくなって、イデアから離れることになる。そしてこれ以上にですか、ですがやりがいがありそうです。ああ、そうだ。それならば幸せの第一歩として、今日神のもとに結ばれた印に、私があなたの願い、ええ、そうです。贅沢な暮らしでも城一つでも、その願いを叶え続けていくことをどうか受け入れていただく。Thank you.